李玉は、李氏朝鮮の宗地下。本願師派は、前週李氏遠礼君派。李平原、第二子。初意味名は、定かへ。意味名は、旧。字は、自白。四号は、ただまさ。借は、南炎君。第四子は、小木の李大炎君。素祖父ス教君以降は、多い小経験はなく、誕生から約三十年間は貧困生活であった。 遠礼君墓徳となり、借位を助釈されて、官職を歴任した。当時は、勢い道政治により胸地下没落期で、当時の胸地下代表格が南円君であり、純素から保護された。一方で無勤務、不適切行為、職権乱用などで批判、断劾が多数なされており、純素実録では、不適切人物としての記述が多いが、明らしゅう実録には、 模範的人物としての記述がなされた。即興後に、ドイツ連邦商人、エルンスト・ヤーコップ・オッペルトが引き起こした中世、南道霊山軍での副装品破損事件は、有名であり、当時の鎖国政策を強硬化させた。1788年流平原、第二子として誕生。系統は、人祖第三子で六大祖林平大君にあたる。五大祖福安氏君は、 祝葬時期の熾烈な闘争の中、借用を維持したが、ソ,ソフ父ス教訓以降は、多い小経験はなかった。ソフリチン翼は、影絵性により、交換になるも、ジップリ平原は、生いん止まりで貧困生活を過ごすが、リ平原は南縁君に学問教育をした。沖ノリ大院イイ君がこれらの先祖を追蔵している。1816年1月17日、 厚根不判尻彦職と親戚の会談で、遠礼君ん墓徳となり、意味名号を定かいから、急に改め意味なして、南縁君に、助舎、秋吉大部にジョイ。1月18日聖徳グル大蔵殿で、純訴に越見して、英雄園伊転案の議論後に、英雄園守れ園館に任官。8月6日履歴上訴は南縁君が、 不適切人物であり面刊すべきとすると、準訴は、履歴上訴を否認した。8月8日南円君が、履歴上訴について席、わらまち罪をすると、準訴は免責した。履歴上訴では、倫理違反事案、また英雄園三法人事事案は、理想、礼想,想管轄であり、問題視された。履歴上訴もし倫理違反事案で罪状を議論するなら、南円君こそ当該人物です。 在野寺から軽薄的性格で人々に見捨てられていました。ところが胸地下になっても改心せず、英雄園守れ園館に任官されてから、勤務中にもかかわらず、龍玉寺庭園で泥酔して、帽子を脱げよう、逆用すること、常駐用寝室で売春婦を呼び出しては、引行すること、園内で腰を下車せず移動すること、家病を理由に休暇を不正取得すること、民衆のように、 焼肉と賭博すること、民衆に暴力団を集合させると嘘をついて民衆が被害に恐怖して100里以内を閉店、逃亡させたことなど、ますます凶悪的、背徳的行為でおごり高ぶっています。a u さん法人事事案でも、1ヶ月前に当該官職の強制的人事変更では、指名者を任官させたという、調停を無視する一大事案です。 このような不適切人物は、英雄園守る園監そして、胸地下にしておいてはいけません。純粗教処理力上訴には、疑問点がある。また事案があれば、私に通知されるはずなので、これは、虚偽事案だと判断した。仮に事実でも緊急事態に該当せず、履歴上訴は、妄想、虚偽も甚だしい。履歴の感触を剥奪して、上訴を返却せよ。 純粗実録第19巻16年旧歴7月13日1項目1817年2月2日中、議大部にジョイ。1818 18年1月21日証券大部にジョイ。1820年8月29日女への合勘材で、英雄園守れ園館に面冠10月13日5エートフと、管に任官12月13日、 高志県大部にジョイ。1821年2月3日、吉典大部にジョイ。4月11日紅葉高校挙で、県領狩領官に任官1822年5月3日、よろし特大部にジョイ。12月15日事故理由に時間。12月25日県領狩領官に面官1823年4月1日に金府は、県領破損による、不経済で。 南円君を、下時計100回と3000里先に、流泰を休憩。しかし柳官は、南円君の母親が70歳を超えることを理由に、罰金刑を主張して、罰金刑で釈放された。1825年3月1日公六大部に、ジョイ。7月26日六大祖林兵大君以降の、小刑衆を追記された。 生祖の裁問と合わせて出版する認可を求めて、純祖が承認した。1826年3月15日、先の男所根幹を務めたが、不手際により、官位がよろし特大部に高くらいした。3月21日後、江戸府と、九田に任官。1828年4月13日新賀市、社温市政市に任官。5月26日午前8時頃に、 すすむがし県社温市聖市として、小徳宮、広市聖堂で、純祖小徳宮へ広市堂で、公明聖市に越見してから清市に赴いた。7月20日北京に到着して、南小館に滞在した。9月21日北京を出発した。11月10日、正午小徳宮、広市聖堂で、純祖午後2時頃小徳宮秋下堂で、公明聖市に越見して、すすむがし、 謝恩氏の行状を語った。1829年4月9日順に、純粗に胸近く登録を編算するよう進言して承認される。1831年8月9日、軍夫人理教瓶氏が即居した。1834年12月13日に、総跡出自に任官された。1835年1月4日、県録大部に昇格した。 11月24日後、江戸府と、久田を面八1836年5月5日即居。1837年1月31日死亡を、鋭期に追八1864年9月22日、沖ノリ大院君は南遠君を、府の祖先であるとして、死亡を、ただまさに会合京起動佐ざ波川軍に埋葬されて、模服期間後に、 風水師が、沖ノリ大院君に、子孫から帝王が出る場所があると進言した出来事で、中世南道霊山群と儀山の石頭に移転された。後日に、高層によりと儀山に、宝徳寺が建立された。1865年2月9日、創病に牌、純粗杯、ール行進として、遺憾と遺廃が設置された。ドイツ連邦承人、 エルンストヤーコプ・オッペルトは1866年3月27日、中世南道随山市海 BU 鳥島に接近して、3月28日、中世南道唐津市大湖芝面町琴と里に、船舶して、金英春、金洋州、定在味に筆談して交渉したが、退去勧告に至って挫折した。8月22日、インチョン港域首降下軍、降下夕月串里に船舶して、 リトラに交渉ししたたが再挫折したそのため、フランス帝国宣教師スタニーラス・フェロンに会い、貿易のために開国するよう仕向けるべく、南円君の遺骨を掘り出し、朝鮮より持ち去る計画を立てた。アメリカ人フレデリック・ H.B. ジェンキンスの資金と協力を得て、1868年4月30日に出発した。南円君母に到着して、発掘を試みたが、 路に軍卒に巡り合わせて、朝鮮から脱出した。この事件は、沖ノリ大院君を激行させて、鎖国、上位政策を強化するに至った。南援軍某は1989年12月29日、中世南道記念物第80号に指定された。原形不気略理士朝鮮後期経図。ありがとうございます。